では行きましょう。宮崎のお花の情報をお伝えしていきたいと思います。フラワーライフのコーナーです。カッキーです、お願いします。はい、今日はですね、私カッキーが宮崎でもおなじみのあのお花のことを新しい先生に教わってきました。ご覧ください、どうぞ。今回のフラワーライフは村住町にあるクロスプランツからお届けします。宮崎公園協会が運営するクロスプランツ、宮崎ならではのガーデニングを広めるために植物の販売や栽培方法、楽しみ方の提案を行っています。これから月1回程度お花や植物に関するいろいろなことをご紹介いただきます。こんなとこある。今回の先生ご紹介します。先生お願いします。早速と登場いただきましたクロスプランツの高野先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですが、はい、今回は何を教えていただけるんでしょうか。はい、今回はブーゲンビリア の栽培方法などを説明していこうと思います。ブーゲンビリア、はい、岩木地翔太郎さんが宮崎に普及させようとしたことで有名なんですけれども、まあ、現在さまざまな宮崎の地域で栽培されていますが、うん、まあ、栽培の参考にしていただければなと思います。ブーゲンビリアはですね、真ん中にある白いのが花で、この花びらのように見える部分は苞と呼ばれる、まあ、葉っぱなんですけれども、今日はこれ全体で花という形で説明していきたいと思います。こちらですね、宮崎で比較的よく栽培されていて、ブーゲンビリアといえばこれとおっしゃる方が多いんですけれども、エリザベスアンガスという品種ですね。花だけではなく葉っぱも非常に綺麗な品種で、例外的に寒さに強い品種ということになっています。花の色が先ほどに比べたらちょっと焦ってるような感じにはなるんですが、こちらのサンデリアナという品種で、かなり昔からあるブーゲンビリアなんですけれども、これも寒さに強い品種ですね。これからご紹介するのは先ほどの2つに比べると寒さに弱くなります。霜が降りる時期には玄関先に取り込むなどの対策が必要です。今例えばこちらアイスクリームという品種なんですけれども、アイスクリーム、かわいい名前ですね。白だったりピンクだったり、それが混ざったような花と、いろいろな花が咲いてくれる品種ですね。こちらですね、エンゼルオレンジという品種で、見ての通りオレンジ色の花ですね。そしてこちらは全体が薄いピンク色のモンロー、そして黄色が鮮やかなカリフォルニアイエロー、他にもたくさんの品種がありましたが、どのブーゲンビリアも満開でした。すごいこれ。ブーゲンビリアは春と秋の2回咲く品種が非常に多いんですけれども、春の方が葉っぱが目立たずに花だけが目立つような形で咲く、また春にしか咲かない品種もありますので、春が一番ブーゲンビリアが綺麗な季節ですね。その枝の剪定方法を説明していきたいと思います。はい、基本的にはですね、邪魔になる枝はどんどん切ってもらって大丈夫です。例えばこちら、黄色の線のような円錐型だったんですが、はみ出している部分がありますよね。うんうん、ここをカットしていきます。どんどんはみ出している株がありますので、どんどん切っていっていただくというような形に。ちょっとみんな、私今あまりの勢いにびっくりして唖然としてしまったんですけど、そんな感じでいいんですか。ですね、枝の先に花をつけるもんですから、花がついてるからもったいないということで、なかなか切れないという方、おっしゃる方多いんですけれども、結果的には枝の数が増えて花がきれいに咲くというような形になっていきます。これからの暑い時期にはやはりほとんども花が咲きませんので、これからの時期伸びてくる枝はどんどん切ってもらった方がいいかなと思います。こちらが剪定後ですね。すっきりしましたよね。これからのブーゲンビリアの栽培を始めてみたいという方のためにですね、まず基本の植え替えを説明していきたいと思います。準備するのはブーゲンビリアの苗木、培養土、ゆっくり効く緩効性の化学肥料、そして鉢は育てたい大きさによって選びます。移動させたい場合は30センチ以内にしましょう。でまずは鉢底に培養土を入れます。量は苗木の鉢の高さを目安にしてください。ここらが重要なポイントということになってくるんですけれども、ブーゲンビリアはですね、非常に根っこが弱い植物なんですよ。ですので、その植え替えの時に根っこをできるだけ傷つけずに植え替えるという必要があります。叩いては取るような形ですね。あ、緩むんですね。そう、緩ませるような形で引き抜きます。はい、この時にもう一つのポイントがありまして、深植えにしない、だいたいもう今の土と同じぐらい、あるいはちょっと根っこが見えている場合はそこを隠す程度にというやり方になってきます。
植え替えの時に肥料が混ざっているようでしたら当然肥料はやる必要はないんですけれども、これからの時期暑くなってくると水も肥料もたくさん必要になってきます。ですので化学肥料を撒いていただく、肥料が切れないようにしてもらうという形になってきます。お庭に直接植えたいという方はどうすればいいですか？買ってきた苗よりも一回りか二回り大きい穴をしっかり掘っていただいて、根鉢を崩さずに置いてもらう、そして深植えしないというのを守ってもらえれば、基本的には鉢植えの場合と同じという形になります。さあここでティーチャー高野の豆知識ティーチャー植えるならコンクリートのそばがおすすめなんです。なんで？なんでやろ。コンクリートっていうのは熱を持つんですね。なので冬の暖房効果が期待できたり、あとはコンクリートが雨に当たると徐々に溶け出して土がアルカリ性になっていきます。ブーゲンビリアはそのアルカリ性の土が好きなものですから、割とそのコンクリート塀の近くで元気に育っているのを見ることが多いですね。ブーゲンビリアはですね、半つる性植物って言われていることもあって、結構自分の好きな形に仕立てていくことができるので、そういったその説明です、ね。こちらの、先ほど植え替えた株なんですけれども剪定をどんどん して仕立てることもできるんですが、こういった支柱を立てて他の形にすることもできます。今回はちょっとピラミッド型、円錐型の形を作っていきたいなと思います。はい、一番太いのがやはりその軸になりますので、真ん中に刺して円錐の形になるようにちょっと支柱を立てていきますね。今回は4本でちょうどこう均等になる感じですね。そうですね、これはもちろんその円錐じゃないとダメというわけではなくてですね、自由な形、本当逆円錐というか下が広がっているような形でも大丈夫ですし、いろんな形が作れるかなと思います。はい、で上を止める、上を止めて、ここで枝を誘引していくということになるんですけれども、はい、枝を倒して誘引していくという決まりがあります。倒さずに誘引してしまうと、この茎がどんどん伸びていってしまって綺麗な形にならないんですね。誘引してくる時のコツなんですけれども、まず支柱の方には止めたいところでがっちりと固定します。今度枝を止める時は余裕を持って輪っかを作るような形で枝を止めていきます。枝というのは太く大きくなっていくものですから、あまりきっちりしてしまうと枝がどんどん太っていくたびに針金が食い込んでいってですね、ポキンと折れてしまう原因になってしまいますので、余裕を作るというような形になります。今はちょうど花が咲いてますけれども、これが花が終わると茎がすごい勢いで伸びてきますので、それは今度は切らずにその隙間の部分に横に倒しながらぐるぐる巻いていくというようなやり方になってきます。今の時期にこのぐらいの大きさであればですね、秋はもう全部花で包まれるような状態まですることができます。すごい、はい、またじゃあそのね、季節が楽しみですね。はい、そうですね。今日は本当にブーゲンビリアの管理方法てんこ盛りで教えていただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もうブーゲンビリア本当に基本的にはもう栽培が非常に簡単な植物ですので、ぜひご家庭で広く楽しんでもらいたいです。もう本当に今日のやり方を皆さん押さえとけばね、いろんな方法でご自宅でブーゲンビリア楽しめると思いますので、ぜひ参考にしてください。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。全部植えたいですね、お庭に。アイスクリームっていうのはそう、あんないろんな色がこう出てくる感じ。そう、真っ白だったり、うん、ピンクだったり、それが混ざったようなやつとか、ね、名前もすごい可愛いですよ。ニアイエロー、あれよかったね、モンローとかね。そう、本当にでもいろんな種類があって、でも成長もすごく早くて、丈夫は丈夫なんですよね。植え替える時はその根鉢を崩さないっていうのはね、あれなんですけれども、ただ基本的にはやっぱり熱帯雨林の植物なので寒さには弱いんですね。なので寒さに弱いタイプはちょっと霜が降りる時期とかは玄関先に取り込むとか、そういった対策が必要なんですけれどもね。岩切翔太郎さんすごくないですか、ね、結構昔からあれを流行らそうとしてたなんて、ね、春と秋こう違うとか ね奥が深いんですよ。ぜひね、いろんな方にまたね、宮崎でもお花楽しんでブーゲンビリア楽しんでいただきたいんですけれども、そのブーゲンビリアを満喫するのに今ぴったりのイベントがまもなく開催しますのでご紹介します。こちらです。
県立青島熱帯植物園でブーゲンコレクション2014が開催されます。期間は4月の26日から5月の6日まで、およそ60品種300鉢のブーゲンビリアが会場内を彩ります。ご覧のスケジュールでブーゲンビリアのプレゼントや管理講習会なども行われます。また期間中はブーゲンビリアの販売会もありますので、ぜひお出かけください。はい、そしてですね、このコーナーではいろんなガーデナーさんもご紹介してるんですけれども、はい、そのガーデナーさんのですね、おなじみのこちらの冊子なんですけれども、はい、サンフラワー宮崎から 6冊目となるガイドブックがね、出ました、うんうん、はい、オープンガーデンされてる方のお庭情報がこんな感じでたっぷり写真付きで載ってますので、今の時期ね、このガイドブックを片手にお庭見学されるのもいいかと思います。地図も載ってるし、そうですね、はい、こちらのガイドブック税込み500円でご覧のところでゲットできます。宮崎空港ビル書店などですね、ぜひご覧になってください。詳しくはサンフラワー宮崎電話 0985-29-2670 までお問い合わせください。ということで以上フラワーライフのコーナーでした。はい、綺麗なお花でした。では CM の後はバイバイタイム。バイバイ。